験始まるからさ。私は永遠の19歳、はい、実際19歳から8年が経ちましたが気持ちは19歳のままですと言った、はい、めんどくさいをもう勘弁してください。なるほど。参加したい人は逆に未成年ブルーね。そうなんで す、ね、それはやめてください。はい、懸命にイベント参加希望と書いた上で郵便番号、住所、名前、年齢、そして連絡の取れる電話番号を合わせて書いて送ってください。ただし鍵穴出た。ぜひ私は参加したいとこれだけ思ってるのだという思いを添えて応募してください。はい、はい、メールアドレスです。ゆずアットマークオールナイトニッポンドットコム、ゆずアットマークオールナイトニッポンドットコム。たくさんの参加を待ってます。待ってます。オールナイトニッポン。ゆずのオールナイトニッポンゴールド。全国ネットで放送中、ゆずのオールナイトニッポンゴールド。ここでゆずからのお知らせです。はい。今年はゆずのデビュー15周年節目の年です。そこでアニバーサリーなことをたくさん用意しております。はい。まず記念のベストアルバムが春に発売されます。タイトルは、ゆずゆう。これまでにも何度かベストは発売しましたが、今回のベストアルバムは、2006年から2011年までの、はい、我々の作品を入れております。はい。またですね、うん、今までの作品以外にも、うん、ちょっと面白い特典などもついておりますので、はい、楽しみにしておいてほしいなと思います。はい。そして先ほどもちょっと話しました、はい、デビュー15周年感謝祭のドーム公演が決定しております。はい、こちらも公演のタイトルはゆずゆう。東京と大阪での開催が決定します、はい、しています。はい、公定の、公演の日程ははい、まずは5月に大阪、場所は京セラドーム大阪です。日程は5月の26、27、1日目が2人でドームありがとう、2日目がみんなドームありがとう、そして6月には東京、場所は東京ドームです。日程は6月の2日、3日、1日目が同じく2人でドームありがとう、2日目がみんなドームありがとう。よし、よかったね。完全に完全に先週どうもって言いましたからね。そう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 。完全でしたよ。ね、本音が出ちゃうんだね、やっぱね。そして、うん、このドーム公演に関して、ゆずオフィシャルサイトをご覧の皆様を対象にした、チケット先行受付が決定いたしました。うん、だからもう事前に、ファンクラブの方での受付は終了したんですが、うん、さらにチケット、オフィシャルサイトでの、うん、チケット先行受付が決定しておりますということです。はい、2月9日、うん、13時まで、となっておりますので、はいはいはい、それまでにぜひオフィシャルサイトの方をご覧いただきまして、うん、チェックしてほしいなと思います。はい、さらにですね、うん、ファンクラブの一次先行予約でのチケットの確約ができたお客様を対象とした、うん、ゆずでデビュー15周年感謝祭、うん、ドーム公演ゆずゆの宿泊&アクセス、うん、オフィシャルツアーが決定しました。お、詳しいことはゆずのは会員専用ページでご覧くださいと。はい。ああ、これ。まあね、今回東京と大阪だけですから。そうそう、だから全国からね、うん、集まってくれますからね。なるほど、なるほど。その全国から来てくれる皆さんに対して、うん、このようにですね。宿泊もできるみたいな。ワンパックでバスツアーもできるみたいな。いいなぁ。すごいですね。うん、いいなぁ。なんすか。いやいや、なになに、俺大好きなのよ。なんすかね。人のライブを地方に見に行くの。ああ、わかる。それはわかる。いいじゃん。いいんです。その、ちょっとさ、旅をしつつ、うん、その、ライブ見させていただいて、どうもありがとうございました。つって、ご飯食べて帰ってくるみたいな。これ、いいね、楽しそうだね。いいと思います。はい。まあ、ぜひ、そちらの方もですね、はい、チェックしてほしいなと思います。はい。それでは、ここで一曲聴いてください。NMB48 で、純情アンダー19。灼熱の太陽が全てを支配する乾いた世界、サラサラと熱風が砂を撫でる音だけが聞こえる。ルブ・アルハリ砂漠。その広大な不毛の地を進むと、突如、奇妙な建物が現れる。こんもりもりもりと茂る緑の中に、ピンクのうねるようなシルエット。強い陽光に濡れたがごとく、ツルッツルに輝く。掲げられた看板には、ジャメール発掘隊の文字。そう。それこそが地
球に埋もれたエロを掘り起こす世界で唯一の集団なのである。マルハマ、私が、トハクス隊隊長の、そうだな、もう、これまあ女である。ま、マルハマ、私が副隊長のハパールである。ラジオの前の青年諸君、相変わらずありえない相手とイメージトレーニングか。スタータック、スタータック。我らジャメイル白菜は隊員が身の回りから発掘したエロをクイズ形式で発表し合うエロ研さんの場である。スタッタックスタッタック。先週は残念ながら放送には乗らなかったが、今週は放送に乗らなかったんで、社会来てやろう。 一部地域のリスナーがね、そうだ、聞けなかったららしいよ。そうだ、先週は男帝国の長渕将軍が来てくれた。、来てくれた。放送には乗ってないが。スタッタックスタッタック。まあ残念だね、本当に。ぜひその模様をね、流せたらよかったんだけど、まあちょっと過激すぎたのかな、内容が。そうかもしれない。確かにシースルーの女性が集まってね、もうわかめ酒みたいな状態になったから、ちょっとあれかもしれない。シースルーの女性さて、今週もこの番組聞いてくれて、やっぱりの隊員たちからも早速届いているようである。紹介してみよう。紹介しよう。福岡県ナチュラルボーンエロイヤ。これは私がまだ学生だった頃の話です、私はふと洋式便所での男女の用の足し方の違いについて疑問を感じたんです、女性は大きい方も小さい方も同じように便器に座った状態で用を足しますが、男性の場合大きい方と小さい方のスタイルが